先生、バスケットボールをしていたら足首をひねってしまって、ここに来るまでにかなり腫れて痛みが強くなってしまいました。あ、それは大変でしたね。では診察させていただきます。あ、確かに結構腫れがありますね。怪我をした直後どんな対応しましたか？特に何も。痛かったので少し休んだくらいです。何かした方が良かったですか？怪我をした直後の対応はとても重要です。外傷の初期治療にはポリスという原則があります。これはプロテクション、保護ですね。オプティマルローディング、適切な負荷、アイス、冷却、コンプレッション、圧迫、エレベーション、居上の頭文字を取ったものです。ポリスですか？それは具体的にどういうことをするんですか？まずプロテクションは怪我をした部位をさらなるダメージから守ることです。例えば足首をひねった場合は無理に歩かず安静にして保護します。オプティマルローディングは適切な負荷をかけることで完全に安静にするよりも早く回復することがありますが、これは専門家の指導で行うべきでしょう。続いてアイスは冷却して炎症を抑えること。氷嚢やコンビニで売ってるクラッシュアイスなどを当てるのも良いでしょう。コンプレッションは包帯などで圧迫して腫れを抑えます。エレベーションはクッションなどで怪我した部位を心臓より高い位置に保つことで腫れを最小限に抑えることができます。なるほど。怪我をしたらすぐにポリスっていう対応をするべきだったんですね。正解です。初期対応をしっかり行うことで腫れや痛みの悪化を防いで回復を早めることができます。今回のように腫れがひどい場合はさらに詳しい診断と治療が必要になりますが、適切な初期対応をするとその後の痛みが軽く済みます。今後は気をつけます。ありがとうございます。早くバスケットボールに戻れるように治療も頑張ります。それが一番です。今はしっかり治療に専念しましょうね。何か不安なことがあればいつでもご相談ください。